お疲れ様です。先ほどネットキャッシングをしたという動画を上げました。もちろんお金に困ってるわけではありませんけども、ちょっとね、どんなものなのかやってみたんですよ。ですぐにね、こういうふうに連絡が来ました。受付番号があって、本日の日付と時間がありました。契約した瞬間ですよね。で、このニュースタンダードカードっていうのを使いました。で、10万円を借りて、で、リボ払いを、これ一択設定なんですよ。で、リボ払いのね、金利がね、ここ書いてました。この紙に。7.5%でしたね。だから年利で7.5%なんで、10万円を1年以内に返すと、だいたい7000円から7500円をつけて、10万7500円でお返しするって形になります。それに対して2万7000円もらえるんで、2万円の、粗利ってことになるのかなと思いますよね。だからこう、2万円の粗利を欲しいがために、10万円のキャッシングをする人がいるかもしれませんね。で、振り込みは明日になるかもしれません。おそらく明日です。だから今日申し込んで、明日にはもうね、現金が手にできるんで、なかなかスピードキャッシングじゃないかなっていうところです。おまけの動画でございました。今回使ったのがね、何でしたっけ？ニュースタンダードカード、ジャックスローンカードというやつでございました。それじゃあ、参考にしていただければ幸いです。